私、日の出学園入試広報部部長の石川と申します。よろしくお願いいたします。すみませんでした。ですね、その他、まあ、部活動は野球部を、また教科は英語を担当しております。まず本日の予定なんですけれども、本日の予定ですが、約2時頃までですね、2時までは私からお話をさせていただきまして、2時15分ですね、2時15分より在校生、本日10名ほどご自宅、まあ、自宅からですね、在校生が参加しまして、私との相談でもいいですし、また生徒の生の声を聞いていただこうということで、生徒が待機しておりますので、ぜひ2時15分以降にお時間ある方は参加いただければと思います。一旦2時で退出していただきまして、また2時15分からもう一度同じ URL という先ほど私がお送りしたもの、あちらから入っていただければ参加できますので、どうぞご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。そうですね。まず、様々な箇所で日の出学園の情報をキャッチしているかと思うんですが、今回、先週ですね。先週、首都圏模試センターさんから偏差値表をいただきまして、日の出学園、10年ぶりですかね。10年ぶりに偏差値50を超えております。また、高等学校、日の出学園高等学校は偏差値が60を超える学校でして、2年前も、あまり私、好きではないんですけども、実績ですね。大学の合格実績、2年前も東大が2名出て、1名が推薦入試で、東大に受かっております。ただ本当に行きたくしていった子たちですので、日の出学園がどのような学校なのかっていうのをこの後もお伝えしようとは思うんですけれども、3年前ですね、ちょっと見づらくて申し訳ございません。3年前は国立国公立は0人です。0です。誰も国公立に行きたいという子がいなかったんですね。3年前は、早稲田、慶応がすごく人気が出まして、国立に行ける子たちも、早稲田、慶応に行っております。そして2年前に、東京大学に2名。また今年度は、高校の特進コース、高等学校だけ特進コースがございます。高校の特進コースの実績も出ました。その実績に関してはですね、ホームページ上に載っておりますので、ホームページでご覧いただければなとは思います。ちなみに、ホームページをお見せしますと、今、こちら、ホームページですね。皆様の画面に共有ということで、日の出学園のホームページが、携帯電話、iPad、パソコン、皆様の画面に出ていらっしゃいますでしょうか。こちらの日の出学園ホームページを下の方に行っていただきますと、大学入試合格実績という日の出学園公式のキャラクター、ひよかっぱくんがニュース帳に皆様にお知らせをしております。165名の卒業生がいました。国公立9名、医学部、医学科、東海大と東邦大ですね。で、超難関私立と書いてあります。早稲田、慶応、上智、東京理科大。そしてその下に特進コースの生徒の進学先の一部を掲載させていただいております。なかなか今日だけお伝えすると、どうしてもホームページとパンフレット等には、まあ、有名な、著名な大学が載ってしまいがちなんですけれども、特進コース、勉強を頑張りたい子たちが行くコースですが、今年、特進コースの子でも芸術関係ですね。芸術関係、美術や音楽と芸術関係の学部学科に行った生徒もいます。
日の出学園、私一番好きなところというのは、生徒たちが一番行きたいところ、そこに行くことができると。例えば昨年、女の子なんですけれども、女の子が、国公立に行けるレベルだったんですが、本人がどうしても行きたい学部学科大学がありまして、それはまあ慶応大学なんですけども、慶応大学の法学部ですね。そちらにどうしても行きたいと。成績も優秀でした。どうしても行きたいのであれば、推薦入試を受けちゃいなさいということで、画面共有をやめましたけども、推薦入試一つだけですね。そこを受けて合格し、他は受けておりません。日の出の一番いいところは家族のような雰囲気を持ってますので、お子様が行きたい大学に行けるようにサポートをする、そういう学校です。最初に私申し上げてなかったんですけれども、もともと私、塾の人間でして、学校大嫌いなんですね。はい、学校は嫌いです。理由はその、成績がいいから君はここに行きなさいという駒のように扱う、そういう学校が非常に多かった。でも今は時代も変わってきてですね、特に日の出学園は昔からそうなんですが、自分の行きたいところに行ける塾のような学校であるというのが非常に私好きで、もう15年ほどずっとここにおります。皆さんのお子さんも今一生懸命勉強頑張って、どこか私立等に入学されると思うんですが、一番中学、高校で長くいるのは学校だと思うんですよね。その学校で楽しくないというのはもったいないと。せっかくいるんですから、一番起きている中で長くいるんですから、そこでお預かりしている私たち、まあ私はおそらく生徒たちにとっては近所の優しいおじさん感覚で話をたくさんしてもらえます。はい。で、担任の先生はお父さんであったり、副担任の先生はお母さんであったりと、家族のような雰囲気を持つ学校であると私は思っております。そこで一回も学校に来ないで入学するですとか、いいことばっかり聞いてですね、日の出のいいところだけ聞いて入学されると多分楽しくないと思います。塾を、私がいた塾にいた時はですね、やはり生徒たちに併願校です。併願校こそしっかり見なさいと。いろんな学校を見た児童、生徒は入った学校で自分で壁を乗り越えていけます。一方で、今まで見に行ったことがないとか、いいことしか聞いたことないとか、もっと言ってしまうと、説明会だけしか行ったことないっていう児童生徒は、どうしても中に入って不満を多く持ちます。それは日の出学園も昔そうでした。私、今年で入試広報部6年目になるんですけれども、まあ約10年ほど前は、やはり見ないで入ってくる子も多くいましたし、途中で辞める子もいました。ただし今はですね、やはり8割方、8割ぐらいの児童生徒、中学入学、また高校入学、両方入試広報部やっておりますので、8割方の生徒、8割以上の生徒が日々の見学に来て、日の出学園の本当の姿を見て、入学されてます。それによって中に入って、もちろんちょっと不満はあるものの、非常に楽しく、普通の笑顔って何でしょうかね。自然に笑顔が出てくる。そんな生活をしております。中学校は1クラス30名の4クラスです。4クラスですので、1学年120名生徒がいます。そこに担任、副担任と1クラス2名ずついますので、120人を8名の教職員でお預かりさせていただいております。
少人数制とよく言われるんですけど、先日ですね、先週ちょっと個別でこのズームで個別相談をしたんですが、少人数、なんで少人数でやっていけるのかって質問がありました。これはよく質問されるんですけども、理由は簡単ですと、はい、私のものお給料が安いという、それがもう簡単な理由です。私も塾にいて、私立は何やってるんだということで、関東の学校約60校1年間で回りまして、この日の出学園が一番生徒のことを思っていると、人を駒のように扱わないというところに賛同してですね、日の出学園で勤めております。学校によってはやはり実績、日の出学園も少しは実績っていうのを言われますけれども、現場にいる担任、副担任、そして担任副担任も持ってない先生方も一人一人のケアを大事にしています。最も、珍しいことで言いますと、担任の先生が信用できなければ他の先生に相談してもいい。教科担当、教科の先生、ちょっと私と僕と合わないなという場合には他の先生に質問もできる。それが日の出学園のいいところ、少人数の学校のメリットです。大きな学校、マンモス校と呼ばれるところは、やはり担任の先生中心にやっていかないといけませんので、どうしても担任、まずは担任からなりますけれども、少人数制の日の出学園のような学校ですと、どの先生でもいいというのがメリットの一つです。日の出学園のメリット、少人数のメリット、それはいろんな先生と出会える、話すチャンスがある。一方デメリットとしては、部活動が少ないですとか、また問題が発生したら、お子様に問題が、悩み事、その他いじめもそうです。日の出学園も問題日々あります。そして年間で、いじめもあります。今の時代、僕はいじめられている、私はちょっとっていう、それだけでもいじめになりますけれども、そんな時に担任の先生、信頼関係なければ相談できないですよね。ただ日の出学園ではどの先生に相談してもいいので、非常に情報をキャッチしやすい、そのような環境が日の出学園にはあります。その姿を毎日の見学、日々の見学を行ってますので、ぜひ来ていただいて本当の姿を見ていただきたい。今日私がこうずっと話していても、いいことも悪いことも言いますが、信憑性がないんですよね。また合う合わないがあります。おそらくお子様とどこか学校に見学に説明会に行かれた時に、ちょっとお子様に聞いてみてください。門を通過した瞬間に子供たちって結構キャッチします。合いそう、どう、合わなそうと。もしですね、そこで合わないと思ったら、もう思い切って受けない方がいいです。他の学校に移動した方がいい。ちょっと今年はですね、コロナの新型コロナウイルスの影響で見学を制限されると思うんですが、日の出学園としては6月1日ですね、2週間後より日々の見学ご案内させていただいておりますので、集団でないですから、大体個別で、平日の月曜日から金曜日、月曜日から金曜日は2時30分にお越しいただきたいんです。月曜日2時30分、火曜、水曜、木曜、金曜と、平日の2時30分にお越しいただけますと、非常に、生の本当の日の出学園を見ることができます。2時半というのは6時間目なんですね。
生徒が一番気が抜けた時間帯です。最後の授業です。また校舎内が一番、言葉適切でなくて申し訳ございません、一番汚い校舎なんですね。はい。その日の出学園を見ていただければ、入学後、それ以下がほとんどないので、皆さん満足をしていただいております。土曜日ももちろん見学のご案内してますが、土曜日はやはり多くの方がいらっしゃる。もう今現在6月7日には予約の方がいらっしゃいまして、土曜日ですと複数組になりますから、まあ密を避けるというためにも平日、はい。皆様もおそらく、まあ、分散登校のある地域もあるかと思います。また、通常登校になった場合もですね、月に1回、地域によっては2ヶ月に1回ぐらいは午前授業というのがあると思います。私も子供いまして、一番下、3番目の子供は今小学校6年生です。小6の子、分散登校始まってますし、通常登校になっても水曜日ですとか、火曜日、また振り替えの月曜日、振り替え休日、そういった日をご利用いただき、2時30分にお越しいただければと思います。生の本当の日の出学園を見ていただいて、納得の上受験をしていただくと。また、おすすめは併願です。はい。第一志望で日の出学園となった場合には、なかなかハードルが高いと思います。先ほども申し上げた通り、偏差値がちょっと50をですね、首都圏模試さんでも50を超えてしまった以上、やはり人って偏差値表を見ると50より上を見てしまうんですよね。今度の受験ではちょっと受験者数がまた多くなるのかなと思います。今のところ受験に関しては難易度、試験の難易度の変更は考えておりません。また日程も例年通りです。ホームページ上に掲載はしております。ただし、今後の新型コロナウイルスの状況や、また新たな、まあ、未知なるウイルスの影響、さらに公立学校さんの動向によって日程は変更になる可能性はございますが、難易度に関しては全く変更はございませんので、入試問題のサンプルも、ホームページ上に載っておりますので、そちらでご覧いただければと思います。残り約5分となりましたけれども、まあ、日の出の特徴、他に、あまり普段お伝えできないことで言いますと、ICT 教育、IT 教育ですね。まあ、ICT と今言います、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーと。この ICT に関しては、他校様よりもかなり、先に行っているかなとは思います。今ちょっと人気が出てきた、例えばドルトンとかご存知でしょうか。今度、荒木校長先生、武蔵野大学附属千代田高等学校から校長先生が移動されてドルトンに行かれてます。さらなる進化を遂げると思います。また日の出学園とよく併願で受けられる海地日本橋さん、IB ですね、バカロレアを推進している学校、そういった学校もですね、ICT に関してはかなり先を行っています。ここだけの情報としては、この部分はカットしていただけますけど、首藤模試さんには、ICT、コンピューターで、うちの子コンピューター大好きという方はですね、ぜひ青山学院、青山を狙ってください。青山が今後もっと突出すると思います。いろんな学校の先生と私、情報、もちろん入試広報部でもあり、元塾の人間ですので、お子様に合った学校をご案内してます。その中で日の出学園に会えば、お預かりさせていただきますけど、日の出学園の ICT、あまり宣伝はしていません。理由としてはですね、宣伝するといっぱい来てしまうからです。なるべく抑えたいんですね。そして入りたいということを入学していただいてお預かりしたいと思ってます。
ICT に関して私も今遠隔授業で高校生の授業を持ってますけれども、この Zoom とあとは LINE です。 LINE もですね、使い方です。保護者の方にも見ていただいています。共有するということです。情報がありすぎますから、一緒に学んでいくということをしています。また Zoom、LINE、その他には Google の Meet ですとか、もともと私は英会話、オンライン英会話もずっとこの数年間やっていますので、各生徒に提供していますので、他にもたくさんあるんですね。 CM で、渡辺直美さんがやっている、Cisco WebEx ですとか、またレモアピアイン、今はウェアバイという名前に変わってます。もう無数の IT がソフトがあるということで、そういったことを生徒たちにも教えて、また情報専門の教員もいますので、一人一人にパソコン部に入っていなくても自分がやりたいこと、そういったものを提供している、そんな学校であると思っていただければと思います。あともう一点、英語に関してです。おそらく保護者の方、この大学入試今揺れ動いてますが、日の出学園、私が来てからですね、英検ではなく TOEIC と TOEFL をずっと全員に受験をここ5年間ですね、させています。英検は自分で受けに行くと。そして学校では今まで受けたことがないであろう TOEIC と TOEFL を受けてもらって、大学に行ってまた社会に出て初めての試験じゃないような仕組みを作っております。だいぶですね、関東の学校でも TOEFL、 留学するのに必要な TOEFL という試験を実施している学校は増えてきました。すごい喜ばしいことなんですけれども、英語教育で今後注目していただきたいのは、いかにその TOEIC、TOEFL というのを実施しているかどうか、ここをご確認いただきたいんですね。理由としてぜひ覚えていただきたいんですけど、 TOEIC を受ける、TOEFL を受ける、受けたことない方全く何だかわからないと思うんですが、覚え方はこうなんですよ。TOEIC を日本人バージョン、日本人に分かりやすくテストにしたのが英検さんなんですね。英検がまさに TOEIC につながっていきます。一方 TOEFL、 留学に必要な英語、 TOEFL は、世の中で今ご存知の方いらっしゃるでしょうか。話題にもなってますが、大学入試で必要な TEEP という試験や、またお兄さんお姉さん、まあお嬢様はご子息でお兄ちゃんお姉ちゃんいる方ですね、は GTEC という試験をやってると思います。 TOEFL に関しては GTEC、 ベネッセさんが日本人に分かりやすいような形で試験を行ってくれていますので、こういったところもですね、ぜひ見ていただければと思います。もう時間がなくなってきたんですが、他にもたくさんお伝えしたいこと、また今日はですね、校舎もお見せしようかなと思ったんですけれども、ちょっと私が話しすぎましたので大変申し訳ございません。一旦ここで休憩を取らせていただいて、もしご興味ある方は2時15分です。15分に一度再度ですね、 URL クリックしていただいて、また参加していただければと思います。その時には個別の相談、また在校生と、お話をしていただければと思うんですが、今ですね、生徒が何人も許可を求めて入ってきてます。今現在12名の生徒が待機しておりますので、参加者の方とワンツーマンで少人数で生の声を聞くという企画もしておりますので、この後2時15分お時間ございましたら参加していただければと思います。また私に関してですね、私に今後このような状況ですので、もう一度画面を共有させていただきます。すいません、お時間過ぎてしまったんですが、先ほどの画面が出ているかとは思うんですが、先ほどの、ホームページのトップページ、日の出学園中学校高等学校をクリックしていただくと、
こちらに黒板のアイコンがあると思います。メールでの受験相談受付中。こちらからメールでのお問い合わせをしていただいても結構です。また本日のズームでもう少し個別で相談したいという方、LINE でもお受けしております。LINE は日の出学園の電話番号、私の学校の携帯番号の LINE ですのでご安心いただければと思います。LINE でのご相談もできるようになっております。メールでも、ズームでも、LINE でも結構です。ぜひですね、何かございましたら、お問い合わせいただければと思います。すいません。長々と私話してしまいまして、日の出学園入試広報部長の石川でした。本日はどうもご視聴ありがとうございました。引き続き、お時間ある方はよろしくお願いいたします。それでは一旦ここで切らせていただきます。ありがとうございました。